OS2200 は、ユニシスのメインフレーム用のオペレーティングシステム。ユニシスのメインフレームコンピュータであるクリアパス、サーバー OS2200 シリーズなどで稼働する。なお日本ユニシスの表記は、OS2200、米国ユニシスの表記は、OS2200 である。OS2200 は、 ユニバック 1108O のエグゼック8オペレーティングシステムの直径の後継である。当時の会社はユニバックでエグゼック8の正式名称はエグゼクティブシステムフォーザユニバック1108であった。ユニバック1108は1964年に発表され、1965年の後半にリリースされた。ユニバック1108は当初は ユニバック1107用に開発されていたエグ EXEC-I や EXEC-2 を使用したが、これらは最大4プロセッサのユニバック1108での対象型マルチプロセッシングをサポートしていなかったため、ユニバックはそれを実現するバージョンを計画した。1964年12月までに事前のプログラマ用リファレンスマニュアルとしてエグゼック8の使用が記述され、 1965年3月に稼働を始めた。スペリーはバロースと合併してユニシスとなった。この経緯によりユニシスのメインフレームであるクリアパスシリーズでは主に大規模用のクリアパスサーバー OS2200、クリアパス9、2200シリーズではスペリー系の OS2200 が主に中規模用のクリアパスサーバー MCP、クリアパス NX。 LX、A シリーズなどでは、バロース系の MCP が使用されている。過去及び現在のユニシスのシステムに関するドキュメントや、情報は、ユニシスのサポートサイトや、ユニシスエコミュニティに掲示されている。カレントユニシスドキュメンテーションイズ a v a ラブルオンザユニシス、パブリックサポートウェブサイト、4OS2200 プロダクツ、セレクトワンオブザクリアパスドラドプラットフォームズ。 And then the, release level, usually the highest numbered one.Unless you are looking for something, specific in an earlier release.that will take you to, a search page where you can, search by title or document content.more information is available on Unisys e-community, e-community requires a logon.but registration is. フリーオープンツーザパブリック、ウィズインエコミュニティ、エーサーチフォインフォメーションリポジトリリーズー、エーサイトウィズサーチブルインフォメーションアバウト OS2200 オーガナイズドインチュートリアルフォームウィズドリルダウンズ。ありがとうございます。